こんにちは、僕たちは韓国人バンドヒアルティでーす。今週勉強したいと思った曲は星の弦の不思議でーす。君を思った日々を全て乗せて届くように詰め込んだ歌、孤独のそばにいる愛に足る思い、二人を今歩き出す。見てください。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録をいいね、アラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。今日のミュージシャンは星野源です。事務所は歌手を取るときはアムジュですけども、この人は俳優の活動もやっているので、その時は夫な計画です。ラベルはスピードスターレコジです。この曲はTBS 火曜ドラマ「着飾る恋には理由があって」っていうドラマの主題歌として作りました。 MV では星野さんと犬のモデルセレナちゃん、意外には誰も出ない不思議な世界の中で温かみを感じれる独特な世界観を作ったって書いていました。犬も演技者だった。あ、そうですね。そうそうそうです。でも結構上手だったんですよ。確かに日本の先輩ですよね。そうです。日本語も僕たちよりなんか上手そうです。温かみが一番大事だと思って、その温かみについて考えながらこの MV を見たらもっといいかなと思います。じゃあ行きましょう。はい。목소리가너무좋지않아난이소리가진짜옛날카페온것같은느낌아약간코사땡그런느낌나이가들면들수록약간이런옛날클래식한소리가너무좋아지나되게빈티지한느낌의소리죠아마옛날건반그런거쓰지않았을까그게건반마다소리가또다달라지나그쵸요새는이렇게약간아날로그감성으로일부러뭐컴퓨터로다되는데그래도이게소리가다르긴해요건반이신기사에서아그애가本当に格好いいですね。なんか一番最初歌詞でなんか今住んでいるところがなんか水の中と言ったけど、手つないだらなんか息を知っていたと言ったから、なんか僕が想像したらなんか水の中は今大変な世界、君を会ったから僕は大変な世界の中で生きているの感じで、本当にいい表現かと思う。なんか空港で誰かを待っているかなと思いました。星野さんがいろんな楽器の演奏ができる方なんですけど、一番初めて習った楽器がドラムですから、それで音楽的にリズムとビッツが一番大事だと思って、それを基本的に作ってから曲を作るって、アイディアはなんかヒップホップからアイディアをよく受けるって言ってました。このビッツ、そう、確かにヒップホップな感じ。되게약간뮤비색감이랑너무잘어울리는것같아요질감이랑맞죠일본영화가약간저런파란느낌이잖아요 어우리도파란 여기가하네다공항인데 아직리모델링하고아직개시하지않은제2국제여객항이나통째로빌렸나했는데그건아니라고요 아직오픈안했으니까역시사랑은이유도없이이유도없는사랑또기다리고계신데요선배님연락주세요선배님아니봐봐연기를진짜잘해기대도어어이거는뭐야되게멜로디가약간자기마음대로요 되게자유롭지普通のアーティストとか普通の作家だったらこういうメロディーはなんていうか、とりあえず勇気が出なくて
書けないですよ。こういうメロとかこういう進行自体の自信があるからこう作られるっていうのが感じられて、本当に作曲的にも天才だと思います、うん、本当に違う人2人があって、愛にされるは、いや本当になんか美しいのことじゃないかな、その歌詞でなんか感じれた。それでそういう言葉もありますよね、一人が来たら、うん、その一人の世界全部が来るって。リズム乗ることもなんか結構コードが계속바뀌고뭔가코드몇개야처음한마디에막8개진짜목소리진짜보물이야응이소리야コードが本当難しいんですけど、コード進行を難しくするのはちゃんと勉強してた作家なら、まあ、みんなできることなんですけど、うん、こういうふうになんか聞きやすくするのは本当難しいことですよ。まあ、さっきも言いましたけど天才だと思います。作曲も天才だし、俳優としてもめちゃくちゃ売れてるし、で、楽器さんと結婚するし、それが一番羨ましい。一番のサビまで聞くと結構曲の構成とか、うん、楽器の進行配置が結構ヴィンテージな楽器で生まれてる感じがするんですよね、うん、これがなんか失敗したらオールドなダサい音楽になる、あるとまあ僕もそうなんですけど、使い方によって音が変わるんですよね。このヴィンテージの楽器とサウンドをこんなに現代的に混ぜたのは本当に天才の方じゃないかなと、うん、やっぱりいい이번에저하늘색깔이난지금너무좋았거든요저는의외로스위스랑도느껴져요너무깨끗할때그지이뮤직비디오가계속한명만나오니까더스위스랑을다비어있잖아요계속그러니까이거가사에서보면키라키라지옥고라고말하는데지옥이면껌먹고뭔가어둡고이런이미지인데키라키라라고말하니까그지옥이더지옥같이느껴지는그런표현들역설적으로너무좋은것같아저계속마트도그렇고아까공항도그렇고도시에도혼자만나오니까저렇게다많은데혼자만있는데재료많고아까도잠깐나오는데차꽉차있고도래요그래서후식이나세카이로갔나아그런것같아しのさんは元からなんかサケロクっていうインストロメンタルバンドをやって、そのバンドもめちゃくちゃ売れて、2015年武道館ライブを最後にして解体しました。そんな声を持ったのに、そうですね、演奏だけした。それが一番言い方、言いたかったです。それが一番不思議。バンドで武道館に行って、ソロでは5つのドームツアーを全部行って、もう全部羨ましいことだけないです。インストロメントで楽器弾くは処置しました。じゃあ次歌います。そういうことか。めちゃくちゃかっこいいです。めちゃくちゃかっこいいですよ。ブレイクミュージックでなんか R&B とかソウルから影響を受けた J-POP がイエローミュージック、自分でなんかジャンルを作りたいって書いてました。それでそれもかっこいいな。かっこいいですよね。そうですよね。ベース、あおむ、どうどうどう、なんかロックのそばにあるんで、背景も진짜、색감이되게좋아요。색감을되게잘쓰는거。星野源さんの曲の中で一番すごいのが。かっこよかったじゃないです。あ、売れるためにはこうやんなきゃいけないかなっていう迷いもないし、うん、本当に自分が表現したいものをそのまま淡白に作曲して話すように歌うのが一番すごいところだと思います。マジマサビラゴマ。막으아이런것도굳이안하고아맞아요근데춤도잘춰여유가느껴져왜작곡에서도영유가너무느껴져요
꼭 이렇게 해서 이렇게 좋게 만들어야지 하는 게 없고 그냥 이제 자기 마음 본심 진심. 멋있다 진짜. 다가 진짜. 아, 난 이 가사가 진짜 또. 最後になんか星野源のなんか笑う顔を見ましたか？一緒に幸せになりました。ドアを上げて。でも僕はそれが大きな世界、空港とかなんか綺麗な空も綺麗な道も全部そのままあるんですけれど、全部一人で戻っても一人のことがめっちゃ寂しいなって、あ、それが一番不思議だと思います。寂しいね。なんか詰め込んだ歌でこの歌詞をどんな感じで書いたの感じがその文章だけで全部入ってる感じみたい、うん、どうでしたか？淡白な定食を食べた感じ。派手な楽器とか派手なこういうエフェクトがなくて、ただ自分の思いを言うだけの曲だったのに心が癒し、しましたっていう感じですね。めちゃくちゃいい曲でした。ありがとうございます。羨ましいことばかりなんですけど、2回の手術、結構大きい手術を受けて辛い時間もありましたよね。そしてその辛い時間も全部買って、今はやりたいことを全部やれて、もう人生を楽しんでる気持ちもしました。それで、あ、かっこいいしかなんか言えないけど、めっちゃ尊敬するようになりました。で、あのアーティストが書いた曲は本当に真心が一番大事なんで、これは真心ばっかりの曲だから、リアリティもアーティストとして本当に真心を込めるのが大事だったよなと思いました。ほう、そうですね。なんか今結婚発表したんじゃないですか。今この曲がバーンって言って、いや、やっぱり結婚する前の人の気持ちはそんなになるんだと思ったら、なんか、いや、幸せなと、なんか、愛したいなと、なんか思いました。本当にありがとうございます。心が温かくなりました。今週もいい勉強になりました。そうですね。これからも一緒に勉強したいと思った方々は、登録といいねとアラーム設定お願いします。今週も見てくれてありがとうございます。